皆さん、こんにちは。村雨辰政のワークらしい、今回もご覧いただきありがとうございます。はい。前回僕の新しく購入したバイクを紹介させていただきました。そして皆さんと一緒にちょっとだけね、ツーリング、ツーリングに行ってきたんですよね。はい。で、今回の動画も、まあちょっとその続きっていうか、ちょっとバイクにはなるんですけど、まあバイクを買ったのはいいんですね。で、まあ乗るのもいいんですけど、バイクのメンテナンスとか、バイクのいじり方っていうのを、そういった面も私はちょっと楽しんでいきたいと思うんですよ。そこで、今回の動画で紹介するんですけど、ちょっとご縁がありまして、本当に日本全国で唯一、一箇所しかない、ハーレーの整備士を育てる学校があるんですよ。はい。その学校は、小山学園っていうんですけど、で、そこにですね、ハーレーダビソン専門のハーレー専科っていうのがあるんですよ。そこに行って、で、ちょっと話を聞いて、学校側に、あとその学生さんの話も聞きたいなと思って。で、まあ、ひょっとしたらね、ちょっとしたその、まあ、ハーレーのメンテナンスだったりとか、いじり方を、簡単なものを紹介していただけるか、いただけるかなと思って。なので、その学校が、実は品川にあります。なので、今から、品川の方に、その、ね、学校に、ちょっと、行ってみたいと思います。はい。来ました。小山学園ですね。いいな。楽しみでワクワクしてますね。あ、こんにちは。こんにちは。あ、予約した皆さんにどうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、この中ですね。はい。はい、失礼します。おお、すごい。ハーレーの文具がいっぱい。ありますね。実はなんかこれ創業者ですね。100年前のあれじゃないですか。めっちゃハーレーの歴史とかがあるんですね。これがもともとハーレーの創業だったんですが、これですね。これの中で最初のこのエンジンのデザインとか作ってたんですよ。これは。で、これが今の本社ですね。そうです。で、これこっからこれですよね。すごいなぁ。結構あれですね。歴史の方も結構やってたりするんですね。はい、でもハーレー好きにはたまらないですね。そうですね。実はこの扉も、はい、元々の職員さんに再現して学生が作りました。あ、そうなんですか。ここの扉がこれなんですね。すげえ。あ、失礼します。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。私たちの学校はですね、東京工科自動車大学校という専門学校なんですけれども、はい、全部で3つの学科と1つの特別なコースがあります。お、はい、その特別っていうのが何ですか？ハーレーダビッドソン専科と。ここの品川校ですよね。はい、日本でここにしかないコースで、はい、ハーレーダビッドソンジャパンと正式に提供して作った学科です。だからこの、まあ、表にも看板にもロゴが入ってたりとか。そうなんです。なるほど。今日は実際に体験実習していただくので、はい、ぜひ楽しみにいてください。もうこの時点でも楽しいですね。はい、いただきます。では早速実習の方に入りましょう。あ、はい、お願いします。お願いします。さあ、着替えました。つなぎにかっこよくないですか、これ。見てください。でも人生僕つなぎ着るの初めてですよ。しかもハーレーダビソンのね、認定の整備
のつなぎです。もう来てるだけでもワクワクします。はい、はい、いいですか。あ、はい、OK です。はい、では早速ご案内します。はい、お願いします。すごい、いきなりすごい、めっちゃある。もう、なんだろう、こう死んで目が覚めるとこう、天国みたいな天国はこれがいいなあ、皆さんやってますね。あ、こんにちは。どうぞ皆さん、こんにちは。村雨と申します。よろしくお願いします。ちょっと体験に来ました。います。あ、え、今何をそうですね、ハーレーのついてるエンジンを外してですね、はい、中のちょっと飛行をちょっと勉強しようかなと。なるほど。思ってます。ちなみにこれって今の M8 ですか。そうです。こっちはこっちはです。はい。こっちは水冷のストレートでデブリショット。わあ、ワクワクしますね。触ってみますか。いいですか。どうぞ。あ、これを今順番に順番にで、ここだと今しか触ってここに船とかだと。はい。左に回して、はい、お願いします。どこまで外せます。外せます。あと反対側、はい、届きます。はい、ないですね、はい、もう自分のマシンをばらさないと見れないですから。回すとまた面白いになります。回します。あ、動きますね。こちらトップがこういう風に動くか。あ、なるほど。しかもまた香りが何か好きなんですか。大好きです。なんかこう、プシッて空気が出てくる。あ、そうです。ここで空気を入れて、はい、で、ここの中でガソリンとプシッと流して、はい、それで排気ガスを外に出してあげる。ですが、ほんでここにマフラーがついて、あ、そうですね、イーサランドをちゃんとするようになります。あ、面白いです。で、今日は、はい、この水冷のとちょっと空冷の違いをちょっと今、うんうん、なるほど。まあ、水冷ですから、だいぶ構造的にも違う。そうですね、ちょっと見てもらうと、はい、少しこっちの方が痛みがある。そうですよね。本当にハーレーには今までなかった水冷の、ね、ちょっと時代が変わった感じがしますよね。まあ、自分最近買ったので、はい、ちょっとこう自分でメンテナンスもしていきたいなと思うので、はい、まあ、ちょっとした、まあ、体験で教えていただければ。今日やっていることをちょっと一緒にやりましょう。はい、はい、皆さんすみません、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なるほど、なるほど。ちょっとこう引っかかってる感じが分かります。すごい細かい。細かいです。そうですね。そういうのを何回もトレーニングして自分の感覚にしていく。なるほど。で、この隙間が合ってないと温まってきたら、はい、最悪の窓ではこう開いてる。あと大きすぎるとまだ音がする。なるほど。逆具合が発生しているので、こういったところを緩めて動かしてあげるとこう。でもちょっとやっぱ慣れてないとあれですね。結構入りづらいですね。うん、そうですよね。で、何回か繰り返していかないと、はいはい、もうバルブ全部こう変でしょ。難しいな、本当に。あ、入った。これも止まった。難しいね。
これでも本当は持ち方とかいろいろあるんですね。そうですね、ちょっとここが狭いので、はい、あの角度変えながらこう、まあ、斜めにちょっと入らないので、はい、まっすぐちゃんと入れたいです。あでもこの厚みだったら入りますね。そうですね、入るよ、はいはい、なるほど、すごい繊細な細かい精密な作業ですね。ありがとうございます。はあ、でその自分の車両にできるようなものって何かやりますか。実際にリフトみたいに車両を乗せるとか別の作業をしてるんですけど、はい、乗ってます。乗ってます。ああいいですね。乗ってます。乗ってます。乗ってます。はい。今フロントを 2.5 にしました。はい。で、後ろの方今 2.7 にしました。でもここで勉強しながら自分の車両も持ってて、はい、最高じゃないですか。最高なんですよ。ここに囲まれるっていう、ハーレーに囲まれるっていうのがすごい気持ちいいなっていつも思いながら勉強してます。これってその確認の仕方っていうのが、はい、もう入れて、でここで確認する感じで。そうですね、はい、あの蓋を取ってくっつけると、うん、今のどれぐらい入ってるかっていうのがこれ出てくるので、はい、これを入れて、でちょっとだけ握るとっていう、うん、あの出ていくだけになるので、うん、それで微調整をするっていう形になります。このまま学校に行って勉強しようと思ったのは何ですか。あります、はい、そうです。もともと白バイに乗りたかったんですけど、もともとバイクに興味があって、はいはい、白バイに乗りたかったんですけど、はい、まあ、でもハーレーを購入して、はい、ちょっと白バイいいかなっていうふうに思ってしまいまして。なるほどなるほど。それをちょっと警察官だったんですよ。やめてこっちに行きます。警察官の、はい、わざわざもうやめてそうです、ね、こっちに行ったって、はい、すごいですね。ちょっとね、入学手続き今したいぐらいですぜひ後輩になっていただければ。いやもうほう、楽しいな、皆さん。はい、すごく楽しいです。じゃあその、まあ、ここで2年間勉強して、はい、で卒業してその後はディーラーに就職します。ディーラーに就職、はい、なるほど。そういった就職率は高いと思います。ああなるほど、すごいな。今の周りのクラスメートでもディーラーに就職するっていう人がいっぱいいるので、ハーレーのディーラーに就職するって人がいっぱいいるので、その夢ですね。はい、夢です。頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。ハーレーがやっぱ、ハーレー好きじゃないと思わないですもんね。そうですね。そのハーレーが好きってこうなんか気づいたきっかけかなんかありますか。中学校の頃に見た映画、好きな芸能人が出てる映画を見て、ハーレー好きになりました。でもその映画はハイ&ローっていう、ハイ&ロー、日本の映画ですか。日本の映画です。見てないの、見たいと思います。なんかですね、ヤンキーなのかな、そういう暴走族みたいな、はいはいはい、それをハーレーが乗せて、でこのバイク何なのかっていうのをググってみたら、はい、ハーレーで、あハーレー触りてえと思って、ハーレー好きになりました。え、今乗ってるんですか。今も、はい、ボクサーの皆さんは
かっこいいな。一緒ですか。みんなスポーツスター。みんなスポーツスターですね。もうスポーツスターいいですよ。音も、揺れも。スポーツスター最近なんてハイバーなんですね。そうですね。ちょっと悲しいけど。まあ、時代の流れでも逆に大事に持っとけばどん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 ね必要になっていくんですね。はい、なんかありますか、ハーレムの良さといえばみたいな。前ここにいた先生がいたってもういなくて、その人が言ってたのは、ハーレーで旅に出るツーリングに行くのと、車とか他のバイクとかで行くのじゃ思い出が違うっていうの。思い出が違う、深いことですね。え、じゃあツーリング皆さん結構行かれますか。そうですね、まあ、近いところも遠いところも行く、はい、なるほど。もともとあれですか、違う仕事やってからこうここに来たんですか。それともお二人は現役っていうか、はい、高校卒業してから次の年で、まあ、大学行ってから高校行ってから、はい、自分は他の国産のバイク屋で少しやってきました、ね。いいなぁ、つながりが。そうですね、いや皆さん頑張ってください。ありがとうございます。ハーレーのなんか自分が思う良さって、なんでハーレーが好きなの。自分が思う良さは、うん、私は音が好きです。音、ハーレー特有のトトトトポテッドサウンド、音がめちゃめちゃ好きです。サウンド、良しサウンド、僕も大好きです。はい、なんか最近のエンジンってちょっとどんどん変わってきてるけど、なんかそれでそのサウンドを出すためにわざわざキャンプ会社とかなんかやってますよね。まあ、でもサウンドいいですよね。なんかあります、ね、見た目が、見た目アメリカの感じ、アメリカのそういう感じがすごい好きですね。確かに、はい、僕もその、まあ、アメリカンでやっぱ本物だから、はい、僕もやっぱ好きでしたね。まあ、あとずっとこうなんか形があんまり変わらないじゃないですか。はい、そうですね。古き良きな感じがしますよね。なんかありますか。自分もなんかやっぱ男らしい感じとか、乗ってる姿とかすごい、確かにやっぱりかっこいい、シンプルにかっこいいです。確かに確かに。え、今も3人なんか乗ってますか。今私はちょっとハーレー高くて手が出ないので。でもなんか僕ちょっと今日聞いててびっくりしたのは、意外とみんな乗ってるなと思って。そうですね、結構なんか若いのにハーレーって結構高くてなかなか手が出ないじゃないですか。僕だって今34ですよ。で、やっと、まあ、手が出せたって感じで、そう、なんかちょっとびっくりしたんで、そこは。でも、皆さん結構乗ってますね。なんか乗ってます？乗ってない。じゃあ、これからの夢ですね。そうですね。何乗りたいんですか？自分は、V ロッドかソフトゲーム。ソフトゲーム。V ロッドあれですね、ちょっと前のやつだから、不倫だったり、あれ、これを。旧車のハーレーになって、旧車の、そうです。僕もその、はい、今僕も最新乗ってるんですけど、はい、小学生とか、はいはいはい、ハーレー乗ってて、いいなと思いながらね。乗ってみたいですね。そうですね、一番こう、こうかな。ツーリングとかじゃあ、もうこれ、まあ、バイクはじゃあ別では乗ってないですけど、はい、乗ってない。私は乗ってます。あ、乗ってんですか。今アメリカ乗ってて、おヤマハなんですけど。ヤマハからの、じゃあ今度はちょっとできればハーレー乗りたいなっていう感じです。でも楽しみがいっぱいあっていいじゃないですか。頑張ってください。ありがとうございます。今日はもう授業体験からもう学校の中を見させていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございました。どうでしたか。いやすごくもう僕はもう入ってからも今もずっとワクワク状態で、なんかこうでも生徒さんとも話ができて、でやっぱりもう結構今日ここで初めましてだったのに、こう何かこう僕たちをこうやっぱり繋いでくれるものっていうのはみんなこう笑顔になってるんですよね。やっぱこのバイク愛っていうか、ハーレーみんな好きなんだなっていうのがすごい伝わって、でもどうですか、やっぱこう学校としては結構今の整備士っていうのは減ってる状態ですよね。そうですね、だんだんそもそも若い子が減ってきてるので、はい、その中で整備士を目指す子っていうのはさらに減ってきていて、はい、だけどその中でもバイクが好きな子とかハーレーが好きな子っていうのは絶対にいるので、はいはい、ぜひそんな人たちにこの学校を見つけてもらえたらなと
そうですよね、はい、多分もう皆さんは知らないだけで、多分知ってたらなんか逆にもうどん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 入ってくるんじゃないかなと思います、はい。まあ、僕もあの自分そのバイクに買って読み始めたばっかなんですけど、ちょっと今日はね、今日こういった体験を通して自分も少しずつ成長していきたいなと思います。今日はありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。またいつでも遊びに来てください。はい、またお邪魔します、はい、ありがとうございます。